めちゃモテないサックス、ゴーゴーじゅんさん、じゃんじゃん、始まるよ。皆様こんにちは、こんばんは、おばんでございます。サックスの近藤じゅんと申します。知っている人は知っている、初めて会う方は Nice to meet you。 今日は平成大晦日ということで、板橋区にお住まいのともこ大先生からリクエストをいただきました。ともこ大先生が大好きな作曲家がたくさんいるんですけれども、その第1弾といたしまして、山本直純先生の作られた曲。これはもうとても私も大好きな映画でございました。風天の虎さんより、男は辛いよ。どうぞ。私、生まれも育ちも北海道は室蘭市、時々登別温泉で産湯を使い、姓は近藤、名は純、人呼んでゴーゴージュンさんと発しやす。西に行きましても東に行きましても、土地土地のお兄さんお姉さんにご厄介かけがちになる若造でございます。どうぞゴーゴージュンさんチャンネルをお見知りいただきまして、強行万端よろしくお頼み申し上げます。ちゃんちゃん。男は辛いよ、お送りいたしました。なんとメロディーがいいんでしょうね。やっぱり山本直純先生はすごいですね。はい、皆様この平成はどんな思い出があるんでしょうか。私は東京ユニオンに入れていただいて、高橋達也さんに入れていただいて、ちょうど平成元年の時に解散しちゃった。なんか、はい、悲しい思い出があります。もう解散してからしばらく仕事がなくて、本当にみんな大変でした。よくこの年までやってこれたなぁなんて、やっぱり友達に助けてもらったり、音楽事務所さんに助けていただいたりして、本当に私は幸せ者だと思っています。あと、ともこ大先生と平成時代に結婚しました。はい、これが、はい、私を本当に感謝しております。ともこ先生ありがとうございます。今日はこの帽子、近くのイオンでね買ってきたんです。安住清さんちょっとでも似ようと思って。帽子似合わないんですよ、これ。これね。こうやれば、まあ、ジュリーでしょ。で、こうやれば、厚み、九死。本当、帽子ね、似合わないんですよね。明日から、新しい、令和が、始まりますね。どうぞどうぞ、皆様に、おかれましては、幸せな出来事が、たくさん、ございますよ。これより、祈っております。そして、また、ゴーゴージュンさんチャンネルも、頑張ってまいりたいと思いますので、今後とも一つよろしくお願いいたします。今日はこれまで、さよなら。ゴーゴージュンさん、ちゃんちゃん、また見てね。